はい、皆さんどうも、MT です。今日、245-246-251 の全歌式を直接解きたいシリーズの2つ目でございます。前回の動画を見ていただけましたでしょうか。こちらをですね、まあ、直接解きました。245-246-251 で何したかみたいなことは前回の動画で紹介しているので、ぜひとも今回の場合は、これをやって直接解こうという試みでした。まあ、それをぜひともご覧ください。で、その流れでこれも、まあ、どうせ線形ぐらいなので、まあ、これを解いていこうという感じですね。まあ、ほぼほぼ線形です。非同時項がありますけど、まあ、ほぼほぼ線形という感じで、それで見ていきましょう。で、こちら解いていくことを試みてみると、これってここどう見ても SK なんですね。ですから SK に書き直した方が絶対いいわけです。AK と SK とデルタというのは、もうすべて、微積分の関係に過ぎないので、行ったり来たりできるわけです。これが分かればこれも分かるし、これが分かればこれもできる。分かる。まあ逆もしかりですね。積分が分かれば微分が分かって、微分が分かればさらに2回微分も分かって、まあ微分が分かれば積分も分かって、積分定数とかつきますけど、まあそういう任意性は無視しておいて、そういうものが定まるということですから、 SK を求める立場でいきましょう。そうするとこんな感じで、このまま書き写しているだけなんですけど、こんな感じですね。そうすると SK プラス1イコール K 分の K たす N ということになります。プラス SK なのでプラス1しておけばこんな感じになりますね。そうするともうこれ1回の全化式になっておりますので、まあここから何考えるかというと、特殊解を持って同時形にするということがまず考えられたり、定数変化法でこれを解くということが考えられます。この辺はですね、プレイリストに載っているので、ぜひともそちらをご覧ください。全化式の構造というプレイリストで体系的に全化式を解こうという試みの一連の動画があるので、そちらを見ていただくと、なぜこういうことを思いつくのかというか、体系的にやっておりますので、ぜひともそちらをご覧ください。というわけでやっていきましょう。まず特殊解を探すんですけど、まあ、特殊解って何でもいいので、ここ消すための操作ですから、まあ、これがいわゆる特性方程式とか俗に言われますけど、あまりその名前は実は一般的に言われているのはあまり正しくないんですね。まあ、その辺は、まあ、プレイリストでやっているので、ここで、入り込まないことにして、まあ、特殊解をでやっていきましょう。まずはどちらも紹介いたします。で、ちょっと同時性見つかればいいので、まあこういうふうにちょっと、まあどうせね、どうせ見つかるので、こんな気持ちでやっていきます。そうすると、まあここの部分を tk プラス1イコール k 分の、まあちょっとこんな感じですね。k プラス n プラス1の、tk マイナス1としておくと、まあちょっとは見栄えがいいなっていう感じですよね。これぐらいならすぐできそうです。で、これ特殊解を導こうという感じなんですけど、k 取っ払ってやると、これどうせ1次の項なので、おそらく、特殊解として、そうですね、 S じゃなくて STU とすると、 AK プラス B という特殊解の形を探してみましょう。そうすると何かというと、K プラス1なので、 K 倍の AK に AK プラス A プラス B イコール K プラス N プラス1。 N というのは定数扱いですからね、あまり気にしなくてもいいんですけど、プラスマイナス K。これを満たす AB を探せば特殊解ということになります。で、左辺が AK2 乗プラス A プラス B の K イコール、こちらが2次の項が AK2 乗プラス、N たす1の A 倍プラス、B 倍の T1 次プラス B たす、マイナス K ですね。マイナス K というのが残りますので、K が1個残っちゃってるんですけど、こうマイナス1内側に入れておきましょう。で、そうすると、これを満たすのは、まあ、A がいらないですよね。比較になりません。で、そうすると、A たす B イコール、AN たす1プラス B マイナス1という式が1本と、もう1本が、まあ、定数項なので、ここは B ですね。B だけポッと残っちゃうんですね。で、B イコール0。というわけで、B が0なので、この辺全部いらなくて、何が残るかというと、これが、これが AN たす A 引く1ということになっていますから、 A もいらなくって、そうすると A イコール N 分の1ということになります。したがって N 分の 1K、 N というのは定数扱いなので、 K が今全化式の変化量なの、変化量というか変数なので、 N 分の K プラス B というわけで、 N 分の K という特殊解が見つかりました。これでいいですね。まあ、この辺もいらないので N 分の K が見つかりました。まあ、この辺は皆さん計算してみてください。そうするとですね、まあ、ちょっと元に戻しまして、どうせ1位で見つかるということが嬉しかったわけですから、こんな感じですね。そうすると何がわかるかというと、これ辺辺引くと何が嬉しいかというと、 UK がこれを満たすので、辺辺引くと K プラス1マイナス UK、 つまりマイナス N プラス1分の K プラス1、ごめんなさい、N 分の K プラス1。まあ、UK の方がいいですね。UK プラス1イコール K 分の K プラス N プラス1の、TK マイナス UK という式になります。で、これが、いわゆる、これを一つのまた、数列だと思うと、前の項にこれかけたらこれになるというわけで、求める、求め方というか、
これがいわゆる、回避型というか、会場型というか、そういう感じになっているので、マイナス、U1 に何かけるかというと、1分の、N たす2、2分の N たす3、点点点といって、最終的に、K-1 分の、K たす N というものをかければいいということなんですけれども、今 T1 と U1 何か調べておかなくてはなりません。で、T1 というのは、まあ、これなので、ちょっと計算しておくと、これですね。1たす N かける、S1 というわけで、S1 って何だったかというと、A1 ですから、これ N 分の1ですね。A1 なので。で、それで、U1 というのが何かというと、N 分の1ですね。ですから、ここ0なんですね。したがって、tk イコール uk ということが分かりました。ここはどうでもよかったんですね。したがって、tk イコール uk、すなわち、n 分の k。したがって、これに、tk というのはもともとこれでしたから、sk を k プラス n で割れば、これイコール、これでしたから、失礼しました。で、n かける n プラス k 分の k というわけで、まあ、これはこのままでもいいんですけど、まあ、どうせならもうちょっと綺麗になのかわかりませんけれども、こんな感じで n 分の1マイナス、n プラス k 分の1、まあ、k プラス n 分の1というふうになって、まあ、k がここにだけに残るので、したがって、これの差分を取れば、ak になりますから、デルタ sk というわけで、ここが、ま、定数項扱いなので消えて、何が残るかというと、n プラス k 分の1マイナス、マイナスの n プラス、k-1 というわけで、これが n プラス k-1、n プラス k で1個ずれですから1というふうになるわけですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まずこれが一番特殊解の方ですね。まあどうせこれ、なんていうんですか、こういう特殊解見つければいいだけなので、まあある程度綺麗な形にして、この直接の形からももちろん特殊解を探したって、もう何の構えはないんですけどね、数学的には。これ両辺にかけたりして、まあ次数比べて大体どういうところに特殊解が見つかるかということなんですけど、まあ別にそんな むやみにその計算難しくする必要ないので、こういう形まで落とし込んで、この状態で解いてしまえばいいということでやっておきました。で、定数変化法の方もぜひとも見ておきましょう。定数変化法何すればいいのかというと、単純にこれこそ単純順でして、tk プラス1イコール k 分の k プラス n tk という先ほどの t とは違いますけれども、ここがプラス0にしたものですね。非同時項を消しました。で、まあ、初項は何でもいいので1としておきましょう。を解いておくんですね。なぜ解いておくのかというと、比を取るからです。まあ、これは後ほど見ていくので、そうするとこれっていうのは結局どういうことかというと、t1 かける1分の1n プラス1、2分の n プラス2っていう風になっていって、どこまでかけるかというと、k-1 分の、n 足す k-1 というところまでかかっていきます。そうすると、イコール、k-1 の階乗分の、n プラス k-1 の階乗を n の階乗で割ったもの。まあ、なんとなく見たことあると思うんですけど、これ、いわゆるコンビネーションでかけちゃうんですね。まあ、それでもいいんですけど、まあ、今回の場合はあまり重要ではありません。で、これを使うと、この関係式を満たすということが分かっているので、これ、辺辺を割るんですね。そうすると、tk プラス1分の sk プラス1イコール、この比係数が打ち消し合って消えるというのが定数変化のありがたいところで、tk 分の sk、マイナスの k プラス n プラス1を何で割るかというと、これで割るんですね。気をつけてください。これで割るので、どうなるかというと、k の階乗かける n の階乗分の、k プラス n の階乗で割るということですね。これとこれが余計にこれにかかるので気をつけましょう。そうすると、まあ割合綺麗な形になって、これ分母無視ひっくり返したりすると、結局残るのはこれの階乗分の k の階乗、n の階乗だけが残ってこの辺いらなくなりますね。だから割合綺麗ですね。ですからこれを一つの数列だと思うと今度は、解差数列になっております。まあ、解差にするために係数1にしたんですけどね。そうすると、tk 分の sk というのが、t1 分の s1 足す、まあ、マイナスのシグマのこれですね。k なんで l にしておきましょうか。l 足す n 足す1の階乗分の、l の階乗、n の階乗の l が、どこからかというと、まあ、1からスタートしているのでちょっと嫌なんですけど、1から、k-1 まで、まあ、k が2以上ということにしておきましょう。ここでは、まあ、あまり本質的ではないんですけどね、 k が2以上ということにしておきましょう。で、ここが計算できれば嬉しいんですけど、まあ、まず t1 と s1 何かということなんですが、 s1 が n かける n プラス1で、 t1 は1で定義したので、まあ、これはこのままなんですね。 s1 がこれですね。で、こちらなんですけど、ここの計算がちょっと厄介で、
どういうふうにするかというと、これはやはり差分形にした方が絶対いいわけで、差分の方まで持っていきましょう。そうするとどういうふうになるかというと、N が邪魔なんですね。 N はどうせ L に関係ないので、 N は外に出しておきましょう。 N は外に出しておくと残るのが何かというと、こうびっくりマークなんですが、どこから出るかというと、L プラス1かける L プラス2かける点点点 L たす N たす1というところが分母に来ます。まあ、だからコンビネーションで書く意味はあまりなくって、これが N の階乗の、差分式で、シグマを取る、つまり和分を取るので、何かの差で書けていれば、何かの和分で書けて、差分で書けていれば、差分の和分を取るので元に戻れます。なので、差分で書こうという試みのもとでやってみると、これ、どうせ差分多項式の、ほぼ差分多項式の形ですから、通常どういうふうにするかというと、L プラス1、点点点、L プラス N。分の1、引く、L たす2、点点点、L たす N たす1。分の1で1個ずれになるので、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、そうすると何で割っておかなきゃいけないかというと、L プラス、こちらに足りないのが L プラス N プラス1が足りない。こちらに L プラス1が足りないので、残るのが N で割っておけば、土つまが合うということですね。こっちが L プラス N プラス1出てきて、こっち L プラス1が出てくるので引き合うと、残るのが N でこれで割っておけばよろしいと。でそうすると、θがあって、これ全体としてのイコールですね。tk 分の sk。この辺ちょっとごちゃごちゃ書いてますけど申し訳ないですね。t1 分の、s1 はこのままだったんで、こうですね。そうすると、こちらが、ここのマイナスの n の n の階乗というのを外に出しておいて、そうするとこれを全部足せばいい。まあ、もしくはこれの逆、マイナスの差分多項式になっているので、まあ、差分にちょっと通行している方はそちらの方がいいのかもしれないんですけど、まあ、これはこのまま行きましょう。そうするとこちらの1個数字が早いので、何が残るかというと、最初のこちらと最後のこちらが残るので、最初のこちらと最後のこちらが残ります。1から k-1 までやると、最初のこちらは 2× 点点点 n たす1まで、マイナス、こちらの k-1 ですから、k たす1から、k たす n までの積の差が残ります。で、嬉しいのが、こことここが一致してしまうんですね。n と n プラス1というのをちょっとそこ外に出しておけば、ここがバッサリ、ここ手前まで消えるんですね。そうすると、こことこことこれが等しくなって、これとこれが消えます。なので、残るのが、こことここの積だけで、何が残ったかというと、ここからですけど、イコールマイナスのマイナスでプラスになって n 分の n の階乗かける k プラス1から k プラス n までの積なので、まあ、ちょっとまとめて書いておくとして k プラス n の階乗に k の階乗をかけておけばこんな感じですね。あとこれに sk、tk かけておけばいいので、 tk って何だったかというと、 tk っていうのは、確か n プラス k マイナス1の n だったと思うんで、n プラス k マイナス1の階乗、まあ、ちょっと k と n の順番に適当に書いてしまうことが多いんですけど、 k の方が重要ですからね、今の場合気をつけましょう。というわけで、sk イコールこれをかければいいので、 n の階乗かける k-1 の階乗、1の階乗分の n プラス k-1 の階乗にこれをかければいいんだね、いいんだよねとか言っちゃいましたけど、こんな感じで、そうすると何が残るかというと、これとこれが消えて、これがほとんど消えて、k プラス n だけが残ると。で、これもほとんど消えて、k だけが残ると。そうすると、n かける k プラス n 分の k ということになって、まあ、先ほどとかなり似てますね。プラス n。同じはずなんですけど、そうすると n 分の1引く、k プラス n 分の1。したがって、ak というのが、S、デルタ sk ですから、定数の方は消えて、今 n が定数なんでね。そうすると、マイナス k プラス n。マイナスのマイナスの、k マイナス1プラス n というわけで、k プラス n 引く1、k プラス n 分の1、分の1ということになりますね。1個ずれなので、こちら引く、こちらというふうになると、1個ずれなので1になるというわけで、k が求まったというわけですね。はい、いかがだったでしょうか。なかなかハードですかね。まあ、見た目が汚いというだけで、そんなに難しくない。あと、僕の字も汚いということもあるんですけど、まあ、こういうふうに線形なので、まあ、直接解くことができると。まあ、復習しておくと、まあ、これは最初は機能法で、245とか246で何したかというと、まずこれ、結果を推測して機能法で証明しました。まあ、これもそうですね。まあ、こちら、無限級数とかのおまけもついておりました。で、その後何を解説したかというと、どうやってこれを作ったのかということですね。結果がやたら綺麗なんで、それがこういう全化式を満たすのは全然自明じゃないんですが、それをどっから持ってきたのか。作り手の形から逆の見方をしたわけです。で、今回はまた、あと、
初試貫徹というか、まあ、最初の受験生の気分に戻って、これを直接解いてやろうという気持ちで前回やりました。で、今回はこれを直接解いてやろうと、SK に還元して、まあ、AK だろうと SK だろうと、デルタ SK、AK、まあ、差分だろうと、どれか一つ求まれば全て求まるというのは、微積分と全く同じ関係なので、まあ、どれか求めれてやればよくって、で、SK を求めれば良いという、求めていこうという気持ちですね。1回の全科式になるので、まあ、定数変化が今回の場合はまあ、多分見やすいと思うので、まあ、ぜひとも定数変化を慣れておいてください。というわけで、この動画が面白かったためになったと思う方はぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。というわけで次の動画もご覧ください。さよなら。